ジョンです。はい、磯部でございます。はい。ちょっとね、これね、言っていいのかな。やめましょう。毎回言ってます。毎回言ってます。まあじゃああまりね、良くない話。そういう入りの時はやめましょう。ちょっとでもね、喋りたいことがあってさ。じゃあ全部ここ隠しながら喋ります。ね、最近、まあ、あるお店。はい。まあはい、まあ2回目とかまあ、うん、まあでね1回目すっごい美味しかったの、うん、俺も言ってます、うん、すごい良かったです、うんうん、結構褒めたの俺もすごい美味しかったよってでまあね、うん、で久しぶりにまああれからこうなんかさこの YouTube でもさなんかお店の、熟成みたいな話したじゃん、うん、そうですねこうねいい感じに変わってるかなと思って、うんうんうんまあ、久しぶりにまあ行ってみたらさ、うん、あのねがっくりしちゃって方向的にね水鳥になっちゃって昔の衣装違うでしょ全然違いますね違うでしょ、うん、違うでしょ、うん、だからね水鳥の方向になっちゃっててもうがっくり来ちゃってまあねそこのお店の人がそっちが好きでそっちに言ったのかでまあお店自体は人気店なんで並んでるしさなんか地元の人の好みに合わせてそっちに寄ってったのかそこら辺わからないんだけどなんかね前がねほんと良かっただけに、ね、なんでこっちに行っちゃうのと思っちゃってさ俺も今の味を知らないからあれですけどでも残念っちゃ残念ですねでしょなんかあのオリジナリティのそうそうオリジナリティあるねあのラーメンだったじゃん、うん、個性もあってなんかこうビンビン伝わってくるのがありましたねだからなんかさ、うん、これまあ外野がさこう言うのも なんだけどさ、うんうんうん、これは進化なのか退化なのかって思っちゃってでもそれすごい難しいですねうちらみたいな人からしたら、うん、特にうちら2人は、うん、オリジナリティとか個性を恐ろしく大事にしてしまう2人じゃないですか、うん、からしたらやっぱ対価に感じるかもしれないけど、うん、作ってる側からするとやっぱり新しいものだったりとか、うん、美味しくしようと思っていい素材使ってったらそうなってたのかもしれないしこれは難しいところですよ。うちらの好みがちょっと出ちゃってるところもありますね。ね、それはある、それはある。俺も思います。今聞いて、うん、俺も残念だなっていう方がやっぱ先に気持ちとして来るでしょ。気持ち的に出てます。食べてないんですけど、うんうん、そう。だから逆に今それを食べたら何も思わないけど、うん、っていうのがあるかもしれないし、いやそうですね。難しいところですね。なんかね、本当に残念な気持ちになっちゃって。まあね、だから前がちょっとしっかりオリジナリティやっただけにってとこですよね。そうそうそう。そう、そうなんだよ。なんかそうですね、もう、なんかそっちに行ってほしくなかったなーっていう。でもなんかそんな感じの店ってたまにある気もしますね。前すごい良かったのに、うん、美味しくなってるかもしれないけど、うん、なんか違うよなーみたいな。いやなんかねこういうパターンって僕今まで結構初めてかなとかって思って、そういやだからない少ないと思うんですよ。うん、うん、でも多分事実は変わってないと思うし、うん、多分その美味しいラーメン作るっていうことに関しては、うんうん、だからやっぱなんかあれじゃないですか逆に本当にさっき言ってたようにそういうのやりたくなったんじゃないですか。うんうん、ね。だから本人としては進化、うんうん、まあね、うん、まあねしてるっていうことかもしれないんで。うんなんかそうですね別に俺水鳥系って俺結構美味しいちゃんと作ってるの好きだとお好きなんで美味しいなと思うんですけど、うん、本当なんか新店とかそういう店がやることに関してはなんか本当バックボーンがあるないんですよそういうラーメンずっと好きでそれだけを食べ続けた人が作ってた人がやるとか、うん、ねそういう感覚じゃないく流行ってるからみたいな始める店に対しては俺もやっぱいくらクオリティ高くてもああってやっぱ思うようになっちゃいましたからね。そうですね。ちょっとね、まあ、まあ残念だったっていうお話です、はい。まあでもそういうパターンも今後あるかもしれないので、はい、ね。でもやっぱ個性ね出してほしいですね。出してほしいね。ですね。うん。本当。やっぱりねうちが個性のあるラーメンが大好きです。大好きです。
。オリジナリティあるラーメンが大好きです。大好きです。っていうね。そういうお店を応援します。応援しますっていう感じで、はい、変な感じで締めましょうか。はい、わかりました。はい、です。はい